only over lies. Good day, good night, sweet harmony in the same time and place. Good day, day with good friends, make harmony every night and day. アメリカ TV おおきに YouTube、 そして明けましておめでとうございます。 MC の鶴でございます。さあ今日も始まりましたアメ村 TV、 2023年最初のゲストはこの方にお越しいただいております。では自己紹介お願いします。はい、手嶋あきとです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや、あの、はい、アメ村 TV エクストラ初登場ということでですね、はい、手嶋さんにお越しいただきました。はい、手嶋さん実は、はい、広島県尾道市出身。そうなんですよ。なんですよね。はい、実はね、僕も尾道出身なんですよ。あ、マジですか。はい。あ、そうなんですか。だから同郷。え、あんま合わないですよね。そうですね。あの、広島って言ってもなかなかね、こう市内の方とかって多いですよね。そうですね。それだから行っても福山の人が多いですよね。あ、そうなんですよ。行き切って東に行き切っちゃってね。尾道あんまいないですよ。そうなんですよ。だからなんか、ま、嬉しい。後ほどなんかちょっと地元のトークもできたらと思うんですけれども、はい、いやでも尾道からこんな整ったイケメンが生まれるとは。いやでもこれイケメンと一緒に映されるとね、あ、ちょっと作りの荒さがバレるんだよ。いやそんなことない、そんなことない、はいはい、で手嶋さんはあの、はい、大阪にもご縁があるんですよね。そうですね、僕はあの18で尾道を出て、でそこから19から、大阪で、アカデミー大阪の、ABEX アーティストアカデミー大阪校というところで、一般受講生としてボイトレ開始したっていうのが音楽の始まりなんですよ。じゃ あ, あのこの辺のアメ村とかも結構、そうですね、歩かれたりとかご飯食べたりとか。だから1週間か2週間かな、2週間に1回とかはずっと来てましたね。じゃ あ, あのお気に入りのスポットとかなんか飲食店とかもあったりするって感じですか。いや、お気に入りのスポット、そうですね、お気に入りのスポットというか、やっぱ当時やっぱり学生でこうレッスンこう行ってたりとかしてお金があんまりなかったんで。あ、なるほど。結構そのそれこそアカデミーのめっちゃもう目の前のマクドナルドあるじゃないですか。あります、はい、あそこでレッスン前ちょっとあの予習して、はい、でちょっとコーヒーとハンバーガー食べてポテト食べて行ったりとか、なんか マクドナルドめっちゃ覚えてます。なるほど。いや、もうだからここ思い出の地ですね、言ってしまえば。そうですね、はい、はい、そんな手嶋さんなんですけれども、昨年の9月に、はい、あのソリリンボさんが、はい、活動終了となりまして、そして12月にソロシングルをリリースされたということで、はい、早速あの視聴者の皆さんにもですね、ミュージックビデオをご覧いただこうと思うんですけれども、それでは曲紹介お願いします。はい、昨年12月7日にリリースした僕のニューシングルです。カイトという曲なので、ぜひ皆さん、ご覧ください。どうぞ。アメ村 TV。幼い頃に描いた一平の未来、無垢な願い込めたその夢はカイト、うまく飛べずに何度も折れた羽を一人直してきた。握っていた希望の糸、動き始めた今日、今風集めて空目指すカイト、めちゃくちゃ壮大な、しかもこう海が綺麗な、はい、シチュエーションのミュージックビデオなんですけれども、はい、これ撮影場所はどちらですか。これ千葉なんですよ。あ、千葉。はい、千葉で撮りました。もちろんミュージックビデオもこういう感じにしたいっていうのは携わらせてもらってるんで、はい、なんか場所を何個かこう送ってきてくれて、ここはいいっていうふうに選んで、撮影した感じですね。やっぱあれですかね、こう海があるってことはこう
尾道出身なんで、まあ言ったら、はい、海の町じゃないですか。そうですね、浜辺の町なんで、なんか、はい、そういうのもなんか自分の中でインスピレーションあるんですかね。なんかいやでも多分あると思いますね。なんか今まで出したミュージックビデオの中でも、はい、本当に無意識に2曲海なんで、わ、じゃあもうなんか自分の中の原風景みたいなやつっていうのが、そうですね、もうミュージックビデオに生きてきてるのかもしれないですよね。はい、だからなんか結構ルーツなのはルーツですね、やっぱ海とか、うん、海特にそうかもしれないですね。落ち着く、すごい、はい、ちなみにこの曲はあの作詞作曲でも手嶋さんあの関わられている、ね、そうですね、はい、作家さんと歌詞と曲両方、コライトという形でやらせていただきました。この曲あれですか、あの詞を先に書いてイメージした感じですか、それもなんかメロディーが出てきたっていう感じなんですか。もともとイメージしてたりとかメモに残してたこういうこと書きたいなみたいなのがあって、それに基づいた曲を作りたいっていうので、この曲調だったりアレンジだったりメロディーラインっていうのを選んでいったんで、はい、はめ込んだのはもちろん後からなんですけど、はい、でもその曲を作る前までになんとなくこういう方向性でこういうことが言いたい書きたいっていうのがあったので、もう本当同時進行かもしれないです。あ、まあ、でも一番ナチュラルな形ですよね、はい、あの手嶋さんはあの、はい、昨年の9月に所属していたグループ、はい、ソリディーモさんがあの活動終了となったということなんですけど、はい、そこからソロ活動に専念されている感じなんですけど、うん、この曲はなんかこれからの決意表明みたいなのを何か込められたりとかしたんでしょうか。そうですね、なんか本当にこのカイトという曲に関しては、まあ、カイトってあのタコ揚げのカイト、はい、でカイトって向かい風の方が高く飛ぶ、はいはい、で、はい、なんか、まあ、今がいろいろコロナ禍だったりとかグループが解散したりとかいろんなこう苦しいことあるけど、それでもやっぱ高くこう小学校の頃とか昔こうそれこそ尾道で思い描いてた歌手だったりアーティストだったりっていうのがになんかなれるようにもっともっと頑張っていこうっていう決意表明みたいなのは入ってます。あ、なるほど。なんか曲調的にもなんかこう、うん、なんて言うんでしょうね、こう力が湧き上がってくるような曲調のアレンジもなんか、はい、そんな気がします。ありがとうございます。なんか背中を押してもらえそうな気が、まあ、はい、っていうのと、まあ、やっぱグループでこう今までやってて、まあ、ソリディーモというグループが僕自身すごい好きだったし、はい、今も大好きなので、はい、メンバーだったりとかあとファンのみんなとかあとそれこそスタッフさんだったりとか、はい、いろんな方のこう愛情をこうもらって今まで経験させてもらったものもしっかりこう自分なりに抱えてこれからもこう夢に向かって頑張っていきたいなっていう、はい、思いで作らせていただきました。アメムラ TV、 ありがとうございます。あのカイトというと、はい、あの先ほどもあのおっしゃってましたけどタコ揚げのタコのことですね、はい、まあ、なんか映像も含めてこうなんか新年の始まりにこうぴったりになるようなミュージックビデオだったと思うんですけど、なんかこう新しいワクワクしたものが始まるみたいな。そうですね、はい、だから本当に先ほどちょっと話したんですけども、やっぱこうなんていうのかな、自分がこう描いてたところにはまだたどり着いてないんで、そこに対するワクワク感だったり夢に対してこれから頑張っていくよっていう始まっていくワクワク感っていうのは確かにこうありますし、はいはい、今まであったものをこうちゃんと抱えていきたいなっていう思いを詰め込んでますね。あ、なるほど。もう一曲あのカップリングで空想ヒーローという曲も配信されているということですけども、はい、こちらも手嶋さんが作詞作曲ということで、はい、これはどういう思いが込められた曲になるんでしょうか。この曲、そうですね、初めて作詞作曲した全部自分がしたものがこう CD になって皆さんの元に届くということで、すごいなんか不思議な感覚なんですけど、うん、でも今だからしか書けない歌詞だったり曲を作りたいなと思って作らせていただいて、でやっぱりコロナ禍だったりその環境の変化だったりいろんなものがあって、こう自分なりに一生懸命頑張ってるけどやっぱり結果がなかなかついてこないことって結構あるじゃないですか。まあまあ、はい、そうですね。でやっぱ夢に対する不安だったりとかで夢を追っかけてるとこう結構みんな孤独感がこうあると思うんですけど、こういつになったら叶うんだろう、はい、でもなかなか諦めきれない、っていうか、その夢の続きっていうのをどん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 まだこれからも見ていきたいんだっていう、そういう等身大の思いをこう込めた曲ですね。いやー、はい、素敵ですね。そしていつかは、はい、尾道の、ね、花にスターになるみたいな、尾道錦を飾るみたいなね。いやー、もうなって尾道を盛り上げたいですね、はい、いやー、観光大使ですもんね。あ、観光大使、お互いそうです、はい、観光大使ですもんね。だから、はい、あのやっぱ地元好きじゃないですか、はい、だから地元でこうフェスだったりいろんなものをしてこう尾道をこう活性化させるというか、もっと盛り上げていきたいですよね。そうですね、本当にあの、はい、そう、観光大使って、うん、あの大きな志の方なんですよね、大使を、ね、はい、だから我々尾道を盛り上げたいという大きな志を持って本当に、ね、はい、やっていければと思うんですけれども、はい、
そうだからこうなんかこうさっきねあの収録の合間にも、はい、その地元のトークとかでちょっと盛り上がったんですけども、ね、はい、あの手島さんにとって尾道ってどんなところですか。尾道、はい、なんか自分のふるさとのなんかこう、なんだろうな、なんかフラットに戻してくれる場所。じゃあ東京でこう頑張ってこういろいろなかなかうまくいかないことだったり、こう例えばいろんなことを見てきて、じゃあこう経験してきたこととかも全部地元に帰ったらこうフラットの自分に戻れるというか、手島明人で入れる、はい、ところっていうか、やっぱりその尾道で全てが始まったんでこうルーツなわけじゃないですか、はい、だからこういろんなことを経験したりとか、こう定期的にこう地元に帰って地元の友達だったり家族だったりっていうのに会うことによって、こうちゃんと僕自身がフラットに戻れる大切な場所かなっていう。なんかあの未だにちょっと広島弁が抜けないみたいな、はい、でもちょっとそれウィキペディアっすね、絶対絶対ウィキペディアっすね俺広島人と喋る時以外は、はい、意外と出ないですよ。もしかもこうやってね敬語で喋ってると出ない。敬語って広島は分からんじゃないですか。分からないですね。そうなんですよ。でもたまに K とかは言ってしまいません。じゃけ、じゃけ、なんとかする K、なんとかする K。ああ確かに。何々するからとはなかなかこうからが出てこなくない。ああ俺でもそうだな、ちょっと慣れちゃったかもしれない。ダメだなこれは。広島魂が。あ、でもいやでも、はい、やっぱ弟とかも東京にいるんですよ僕。はいはい。だから弟とかと喋ってる時はもうもろですね。あと西の人と喋ってたら、はい、やっぱちょっと なりますよね。はい。はい、ちなみにもう新年明けましたけども、はい、去年2022年は手島さんにとってどんな1年でしたか。去年はまあそのいろいろ自分の心的にもこう環境的にも変化がたくさんあった1年でしたけど、とはいえこういろんなことに挑戦させてもらった1年でもあると思ってて、ミュージカルとかも初めて挑戦させてもらったりとかしたので、はい、どんな1年だったかと言われると、まあ、環境変わったりはしたけど、その変化の中でいろいろ自分ができることを挑戦していろんなことにチャレンジした1年でしたね。まあ、そうですね。そのまたグループの活動終了っていうこともあり、はい、そしてまた、まあ、新しいチャレンジではそのミュージカル出られたっていうこともおっしゃられましたけども、はいはい、あったりして、まあ、言ったら何でしょうね、新しいチャレンジと新しい環境の年っていう感じだったんですね。そうですね。そんな2022年を経て今年2023年はどんな年にされたいですか。はいはい、今年もその本当に何だろうな、その音楽だったり歌っていうのはもちろん中心にやっていくんですけど、はい、でもなんかこうそれこそ昨年やらせてもらったさっき話したミュージカルだったりいろんなものから逆に音楽の素敵さとか偉大さみたいなのをこう逆に感じることがたくさんあったので、いろんなものに挑戦していろんなものを吸収してそれをちゃんと結果として出していきたい一年にしたいなと思います。はい、そんなね今後の手島さんの活動はですね、はい、SNS 等でチェックしていただければと思いますので、はい、概要欄にも記載させていただいておりますのでぜひともチェックしていただければと思います。はい、お願いします。さてそろそろエンディングなんですけれども、はい、最後にですねご覧になってくださっている視聴者の皆様に一言メッセージをいただければと思います。はい、皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。僕自身も結構ねライブやイベントなどに出演させていただいてますし、ぜひ、生でライブで、僕の歌をね、聴いていただきたいと思うのでぜひ皆さん SNS でチェックして、お近くの会場に遊びに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで新年一発目のゲストは手島明人さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。アメムラ TV